TBS 多摩川第30回神奈川新聞社賞開催の最終日、水面上12レースのメンバーがピットアウトしました。昨日は予選通過上位陣順当にとはいかずだったセミファイナルからの6強対決です。さあ各選手待機行動へと移っておりまして、1、2、3、そして4、5大きく離れて6と枠なりに進んでいます。さあ最内には今節は初日選抜メンバーから優出決めたのは2人、ともに兵庫支部からで、まず1号艇の稲田浩二、実績上位のインさばきに期待が集まります。そして昨日はド派手に準優突破してまいりました2号艇の酒井俊博、さらに後方には兵庫2人目3号艇小島和弘、玉川はこれで連続優出です。残りの3選手船を引いていきましたのは、こちらはトーチ初優出、このファイナル初優勝を狙う1人、4号艇の平川香織です。そして5コースには準優では白熱の接戦ものにしてのファイナル入りの5号艇東本和俊、サイアート6コース6号艇上村浩太、デビュー水面で初 V のチャンスを伺います。以上の6名神奈川新聞社賞ファイナル第12レースです。進入体系はインコースから123ダッシュが456です。優勝戦スタートしていきました。まずは1号艇の稲田、外に若干覗かれる程度でまず1マーク飛びついた。2号艇の酒井が差しハンドル、3番小島はまくれません。稲田が速攻、スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の稲田浩二、自身45回目の優勝へと一気の逃走劇を披露となっています。1周2マーク、2番手は2号艇の酒井が行って、3番の小島が差し込んでホーム側です。小島の差し届いています、入っております。覗いていった小島和弘で体勢132で折り返してまいりました。レースは2周回目に移っています。第1ターンマーク、先頭は1人独走、1号艇の稲田、この背中を追って同県の3番小島が続いては、外を追って2番の酒井は3番手のままとなっています。さらに後方には4番の平川がいて、5番の東本、最後方は6番の上村と続いています。4号艇の平川が上位を伺っていこうという、ここ小回りで2マークを回ってまいりますが、スピードをつけている2号艇の酒井には届きません。体勢はそのまま1番3番2番でレースは最終周回へと移っています。上位3艇はばらけた感があります。そしてこの後ろを追っている4番の平川も前とは差がついております。先頭から1号艇、3号艇、2号艇と最終のバック側まで抜けていきました。先頭は1号艇の稲田浩二、1周1マーク、誰も寄せつけませんでした。記念 3V のタイトルホルダーが準優混戦の末掴んだ絶好枠生かし、1年4ヶ月ぶりのシリーズ制覇ということになっていきそうです。1番の稲田トップターンで最後の直線コースへと帰ってまいりました。第12レース間もなくゴールを迎えます。まずは先頭1番の稲田優勝のゴール、3番の小島ゴール、2番の酒井ゴールです。その後は接戦、4番平川か6番の上村か、ほとんど同時、最高峰5番の東本ゴールです。以上第12レース優勝戦でした。